はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。こちらはですね、タップロボーンという、スリランカ料理のお店です。乾杯。これね、ジョッキだけど、シャンディガフなんですけどね、ぐいぐい飲めますね。日曜日ということで、今日はね、アベレージ聞いてくれましたかね。アベレージの中で、出てきたお店ですね、タップロボーンっていうのは。で、こちら、これがですね、そのお話にも登場したランプライスという、お弁当としてもお持ち帰りもできるという、バナナの葉っぱにこうくるんだ、なんて言うんでしょうね、お弁当みたいなものなんですね。はい、こちらでございます。今これね、出来たてでね、とにかく熱々のちまきみたいなね状態なんですけど、はい、これね、これいろんな、これ7種類かなのものがこう、ご飯に乗っかってる形なんですよね。はい、結構いろんな種類が取り取りに見えますね。全体は茶色ですけども。で、これなんつったかな、パリパリしたおせんべいみたいなやつですね。ここはちょっとカリカリ音を聞いてほしい、これ美味しかったな、すごくカリッとしてね。はい、さあ、そしてですね、ランプライスの方を食べてみましょう。本場では、手でね、こう混ぜて食べる、直接食べるんだそうです。ただですね、これ結構本気で熱かったし今ご時世もあるんで手で行くのはやめました。はい、とりあえずスプーンとフォークが来てたんでね。で、これでいただいてみてますね。この料理、このライスに関して言うと、なんて言うんでしょう、これ、ココナッツオイルと特別なスパイスミックスとターメリックで味付けて炒めた、バスマティライスなんだそうです。イエローライスというかね。はい、に、さっき言った 1,2,3,4,5,6,7 かな、真ん中にね、フライドエッグ、優しい味の揚げゆで卵が乗ってるんですけど、それ以外だと6種類ってことになるのかな、のいろんなものが乗っかっているんですね。これ今うなずきながら食べてますけども、でね、これをこう混ぜたりしながらいろんな味を楽しんでいくようなお料理って感じみたいですね。スリランカの料理ってそう言われて、なんだろう、カレーとかもね、あると思いますけども、こういうのも初めて食べたかな、と思いますね。なんか不思議な味でしたけどね。で、細かいことも、これね、なんて言うんだろう、お料理に説明書というか、解説書というか、後で見せるかな、がついてきてたんでね。それを見ながらですね、これ何だった、今食べてるのこれ、これ見せてるのはゆで卵ね。はい、ゆで卵を揚げたやつですね。はい、が乗っかっていてというような料理で、この説明を聞くと、なるほど、そういうものなのねっていうのが分かる気がするじゃないですか。でも多分ね、言葉で説明してもね、全然どんな味か想像つかないと思うんですけど、一応ね、せっかくですからね、もらったんで説明していきますね。どんなものが乗っかってるかですね。まずは、スパイスたっぷりピリ辛チキンカレー。これはもう本当にチキンカレー、本当に鶏肉がゴソゴソって乗ってんなと思ったら、これがチキンカレーだったという感じで、汁カレーじゃなくて、これですね、この説明書を読んでるやつなんだけど、チキンカレーが片っぽ乗っかっている。それからですね、揚げた鰹節、カレーリーフ、玉ねぎの炒め物という料理が、ウンバラカダサンボルというものが乗っかっています。でね、この揚げた鰹節とかね、鰹節っていうのがね、もう一個ぐらい出てくるんですよ、これは後で説明しますけども。それから、デーツ、パイナップル、玉ねぎ、人参、パプリカをスパイスで煮込んだメレーピクルス。これはね、本当に、この中では唯一酸味のあるね、味わいで、そういう意味では、カレーでいう福神漬け的に、少しそこを食べるとすっきりする感じっていうのがあったかな。あとね、また出てきました。玉ねぎと鰹節を炒めた
シーニサンバルっていうのがあるんですけど、まあ、ここにも鰹節出てきて、僕が自分でイメージしてた日本の鰹節の感じとまたちょっと違うというかね、なんだろうね、日本で鰹節っていうとにかく出汁っていう感じでしょ、それとまたちょっとね違った、なんか硬いの入ってるなと思うと鰹節だったっていう感じでしたかね。あとはまあ割とベーシックな感じで言うとヘルシーなレンズ豆のドライカレー、まあこれは一応まあカレーかなっていう感じかね。それから、ナス、キビナゴ、赤ピーマン、玉ねぎを煮込んだナスモージュっていうのかなっていうもの、うん、これで今全部読んだのかな、はい、が、さっき言ったバスマティライスの上に乗っかっていると。で結構ほら湯気が分かるでしょ、もうとにかくね熱々でした。これは蒸したのかな、どういう調理してあるのかちょっと分からないですけども、でこれを今はテイクアウトでもやってますよということですね。お弁当として向こうの人もお弁当して食べるのかなっていうようなお料理でございます。でここのね、さっきもらったやつの中にはね、スリランカと日本の深い話っていうのも載ってましたね。世界で一番早く外交を結んだ国だということや、日本を救ったスリランカ大統領の名演説みたいなことが書いてありますね、うん、なるほど。とにかく日本とのそういったね関わりも深いんだよと、だからスリランカ料理も味わったよねというようなね、コンセプトですかね、はい。ちなみにご自宅で召し上がるときはこれを、うん、まあ、ラップにくるまれてるそうなので、それを700ワットの電子レンジで5分から7分温めてねということでございます。なるほどね。バナナの皮に包まれてるから、まあ、葉の香りが、うん、まあ、さらに一層際立ちますよっていうことですね、はい。でちなみにもう本当に今回は ランプライスの説明ですけれどもね、自宅で保存するときはね傷みやすいので冷蔵庫で、まあ、2日以内にお召し上がりくださいということで、今回はそのタップロボーン、そしてスリランカのお弁当といわれる、ランプライスについてね、体験をしてまいりましたね。そんな日曜日に急遽なりました、そのわけで、今日はね心配心配心配侍ということで、いろんな心配事が出てくるアベレージのお話でしたが、まだ聞いてない方はぜひぜひ、タイムフリーの、ラジコなんかで聞いていただけるとありがたいと思っておりますので、よろしくお願いしますね。さあそれではまたね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。